私自身サッカーが大好きなんで、サッカーに携わる仕事を続けられるということで、このコーチの道を選びました。もちろんそのゲームの前に本当にいろんな良い準備をしようとして、準備を積み重ねているので、試合になったらゲームは選手のものと考えているので、そこは思い切ってやってもらってる、思い切ってやってもらうように、あとはもう励ます声をかけるぐらいですね。このサッカーにの仕事をしている喜びというところは私の中ですごい大事にしてますし、選手にもその自分の好きなスポーツでアジアを戦ったり世界を戦ったりできる喜びをこうピッチで表現してほしいなというふうにはいつも思っています。はい、本当にこういうファイナルの舞台っていうのは本当にスペシャルな雰囲気があると思うんで、それをこう楽しめればなと思います。